しまーす。熱い熱い。はい、こんにちは。フォーダイブ10匹あるためだったの民の村長です。トゥストゥス。ということで、やけどしたからちょっと、はい、ということでですね、本日村長はナチュラルメイクをしております。ナチュラルですかってよく聞かれるんですけれども、めっちゃナチュラルです。アイシャドウもですね、もう下に引いてないし、短くしかアイラインも引いておりません。マスカラもオペラのマイラッシュでバサバサになる系でもございません。村長ですね、めちゃめちゃ男顔なので、あのちょっと入れたっけ濃く見えるっていうのはちょっと難点でございますが、まあ、ナチュラルメイクの方でございます。はい、なので本日は何をやりたいのかと言いますと、以前やりましたね、31歳の克服動画というものでございますが、ですね、村長はもうちょっとで32歳になってしまうということで、あの31歳のうちに村長は克服したいということで、赤リップお久しぶりでございますね。そう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 。まあ、概要欄に URL を貼っておくんですが、村長ね、赤リップが苦手でございまして、あの、ヘアメイクさんにですね、あの、おすすめのものを聞いて、やっと克服したということでございますね。その動画の時に言ったんですが、ナチュラルメイクでも使える赤リップがあるよということで、まあ、それを教えてもらって、まあ、今回はレビューしたいと思います。そして、まあ、その、赤リップだけだと、なんかちょっとボリュームがね、足りないので、最近村長が気に入っているグロスをですね、あと2本ですね、レビューしたいと思っております。ちなみに一切動画には出てきておりません。では、本日使う赤リップは、じゃん！はい。クラガンスコンフォートリップオイル03番レッドベリーでございます。クラガンスのこのグロス有名ですね。これをですね、本日は使いたいと思っております。はい、ではですね、ナチュラルメイクに使える赤リップ、プラス塗り方、プラス最近気に入っているグロスをレビューしたいと思います。では、行きましょう。はい、ちょっとレビューする前に、あの、これだけ訂正しておきますね。あの、私がヘアメイクさんって結構言っていて、あの、そういうモデルとかの仕事をしているっていうふうに思ってる方々いらっしゃるかと思うんですが、村長ですね、撮影スタジオで、あの、仕事をしておりまして、そこにいるヘアメイクさんなので、あの、モデルさんとかじゃなくて、あの、技術者として仲がいいということでございます。まあね、私がモデルなんかできるわけないんですよ。うん、あの、出てたとしても、あの、未確認生物のユーマとか載ってる雑誌ぐらいにしか載ってね、村長が載ってたとしても。なので、あの、そこはモデルとかでも何でもないです。うん。はい、ということで、こちらのクラランスの情報についてお話をしたいんですけれども、実を言うとですね、デパコスあるでございます。ですね、情報がほぼ載っておりません。うん。公式的な情報がないのです。まあね、デパコスあるあるなんですけれどもね、使った方々の感想とかしかないです。なので、私が今使ってお見せするという感じにはなりますが、今から塗っていきたいと思います。ちなみにですが、こうやって、中を開けるとだいぶ太いんですね。で、まあ、見たらわかる通り結構深い赤だなっていう風に感じるかと思うんですが、手の甲に乗せてみます。はい。意外と乗せてしまうとそうでもないんです。これがですね、ヘアメイクさんがおすすめしてくれた理由でございます。あとはですね、ほんといい匂いする。美味しそうなイチゴの匂いがします。もうレッドベリーっていうぐらいだから多分そうなんだと思いますが、めっちゃいい匂いがするんです。はい。ではですね、ヘアメイクさんに教えてもらった通りに乗せてみたいと思います。はい。ではですね、最初に前回使ったこちらのキスのコンシーラー。はい。私が荒れないと言っているリップコンシーラーを、また外側の輪郭だけをなぞります。ちなみにですが、リップクリームなどは塗布していないです。このコンシーラーが結構リップ代わりになってくれるので、大丈夫です。では塗ります。そして唇の形も補正しつつ輪郭をなぞります。はい、こういう感じです。はい、そしたらクラランスをのせていきたいと思います。前回はレブロン使った時は中心だけを引いたんですが、今回は全体的に塗布します。
はい。で、クラランスはですね、一回ちょっと薄い赤ピンクっぽくなるので、足りない場合は二重塗りをしてあげます。はい、ということでレブロンをレビューした時にも言ったんですが、レブロンも引いてしまうと、あ、赤リップつけてるんだなっていう感じがするんですが、近くに見るとそんなに赤々しくないんです。で、一応こういうグロス系の赤を使う時のコツを聞いたんですが、どうしてもルージュ系よりもですね、つけていくと薄くなっていくので、下を塗る時はしっかり一回つけて、また上を塗るときもしっかり一回戻してからつけてあげるっていうのをしてあげると均等な発色が出るそうです。で、グラデーションに関してはコンシーラーをのせたところが自然にグラデーションになってくれるので、やっぱりこういう発色のいい系はベタ塗り感が出ないようにコンシーラーを入れてグラデーション作ってあげる方がいいということでございました。うん、これだったらレブロンより赤々しくないのでナチュラルメイクでも使えるかなというふうに感じます。はい、これがですね、ヘアメイクさんが教えてくれたナチュラルメイクでも使える赤リップでございました。はい、まあ肌荒れするかしないかは、もともとこれを私が購入する前にお借りして、まあ何日か過ごして大丈夫だったので、まあ購入をしたという感じなので、クラランスは大丈夫でございます。はいはい。で、これ調べてみたんですが、定価自体は3200円なんですが、2個セットで4000いくらとかで売っていたりとかするので、安い方ではあると思います。なので、まあ、こちら気に入った方はチェックしてみてください。そして私はもちろんですね、唇が荒れないものだけしかレビューしないので、まあ、ちょっと選択肢の中に入れてみてください。はい、ということで次は気に入っているグロスシリーズに行きたいと思います。はい、今はですね、ちょっとレブロンのもので唇を赤くしております。まず一つ目、こちらでございます。じゃん。はい、こちら RMK リップジェリーグロス03番ベビーブルーでございます。はい、私初めてこういう青系のものを購入しました。はい、まあもともと結構赤みの強いリップ系を使えないので、まあ、ぼかす必要がないっていうのもあってあんまりこういう系を手出さなかったんですが、まあ、今回赤リップ克服できたので、そういう赤リップとか結構発色が強いものにつけたらどうなるのかなっていうのを試したくて購入しました。ちなみにですが、私インスタグラムでですね、視聴者の方々の投稿をよく見ているんですが、ディオールのマキシマイザーにですね、限定色で青が出たらしくて、私それ知らなくてですね、もうびっくりすぎて思わずですね、普段しないんですが、その方のインスタグラムのところにコメントしちゃいましたよね、思わず。めちゃめちゃ嘆いてる。もう知らなかった、もう、ショックだった。RMK 買った後だったんですよね、私。はい、じゃあちょっと手の甲に出してみます。ちょっと珍しいんですが、こういうタイプのグロスでございます。うん、ふさふさ系とかではないです。では手の甲につけてみます。うん、ちょっとくすんだような色でございます。うん、紫のグロスとかも最近出てますが、まあそういう感じでちょっとくすんだ感じになります。と、動画じゃわかんないかな、青系のラメがキラキラしてます。では塗布してみたいと思います。はい、ということで今見てもらったんですが、まあ、今回グラデーションをつけているからっていうのもあるんですが、濃く赤く入っていた部分はくすんで見えます。そして
赤ががっつり入っていない箇所に関しては青のラメが結構キラキラしてくれます。なので赤の発色がいいものを完全に出したくないっていう人にはちょっと落ち着かせるっていう風に考えた時にいいのかなっていう風に思います。はい。で、あとはですね、テクスチャーがちょっとサラサラめなのでボテッとした感じのプルンっていう感じではなくツヤっとした感じです。はい。ではですね、再度またレブロンのみにしてみました。はい。では最近気に入っているグロスの3つ目でございます。はい、こちらでございます。じゃん。はい、こちらディオールアディクトグロスのディオールライト058番でございます。はい、こちらです。これはマキシマイザーではなくグロスでございます。はい、私はなぜかディオールはですね、グロスもマキシマイザーも両方とも使えるという謎でございまして、今回はそのグロスの限定色でございます。そうなんです、私ですね2018年のこれも限定色なんですが、こっちの情報は知ってた、でもマキシマイザーの青の情報を知らなかったということでございます。安心しちゃったんだろうね。うん、多分村長は安心したんだと思う。うん。はい、こちらはですね、もうキラキラとした白のラメっぽい色でございます。なのでさっきと違ってくすんだ色というよりはその真逆に仕上がります。そしてディオールはですね RMK よりもこういう感じで結構ドロッとしております。なのでこっちの方がちょっとボテッとした感じに仕上がります。はい、そしてですねラメ感も RMK よりも強いです。では塗っていきたいと思います。はい、今見てもらったら分かった通りですが RMK とまた違う感じに仕上がります。はい、 RMK の方はどちらかというと同じグラデーションを作っても濃い赤の方をですね結構際立たせてくれるようなもので、こちらのディオールの方に関してはグラデーションの薄くなってる部分がすごく際立ってくれるというものでございます。はい、そしてもちろんこちら白なので赤もくすんだ色ではなく淡い色になります。はい、これが私が最近気に入っているもので、同じリップを使ってもだいぶ表情が変わるので、私はちょっと今日ボテッとさせたいなとか可愛らしくさせたいなって思う時はディオールの方を使って、今日はちょっと大人な感じのシックな感じがいいなって思えばこちらの RMK を使うという感じでございます。まあ、今回紹介したクラランスとかも含めてそうなんですが、こちらの3つともですね私は荒れませんでした。まあ、RMK のグロスも初めて購入しましたし、まあ、ディオールはもともと荒れないのは分かっておりました。でクラランスに関してもスキンケアなどを、まあ、扱っているメーカーだっていうのもあって私は荒れませんでした。この3つに共通していることは、まあ、デパコスですね。うん。ただ、さらに共通していることはですね、昔からあるものなので、まあ、デパコスの強みではあるんですが、めちゃめちゃお値段が安く、定価以下で購入できることの方がほぼでございます。はい。まあ、村長はね、デパコスを自分で買うってなった時はですね、まあ、お値段が安くなってるようなものしか購入しませんので、村長は。はい。はい。ということで、まあ、今回はですね、私が、まあ、最近そのヘアメイクさんに教えてもらって気に入っているグロスと気に入っている RMK の青系のものと白系のディオールのグロスでございました。まあ、ちなみにこの RMK の青のやつはもっと濃い青のやつが売ってるので、まあ、ちょっとこれぐらいのくすみじゃなくもっとくすんでほしいなっていう方はそっちを購入する方がいいかなっていうふうに私は思います。はい、ということでもう最近やっと赤リップを使えるようになってですね、まあ私が挑戦した、まあ、グロスという感じでございます。本当にピンクしか使わなかったですね自分でもなんとかしなきゃいけないとは思っていたんですが、はい、まあね、あの31歳でやっと克服したという感じですが、まあ、生きてる限り本当は1分1秒を何でも克服する猶予っていうのがあると思ってます。ただ苦手ではないもので済ませられるんだったらそっちの方が楽っていう風に
まあ、思ってしまうのが人の性というものでございまして、まあ、私も赤どれを買おうかって言って、どれだったら似合うか、どういう塗り方をしたらいいかっていうことに時間をかけて、まあ、それを購入して失敗するよりはピンク使った方がいいっていう気持ちもめちゃめちゃありました。うん、ただ思ったことは、結局挑戦して克服できればこんなに新鮮な気持ちになれるんだなっていうふうに思いましたし、もっともっとこれが良くなるにはどうしたらいいんだろうって言って、こうやっていろんなものに挑戦できるしっていうのもあって、まあ、こうやってね、新しい挑戦ができてよかったなというふうに思っております。はい、ということでまた動画でお会いいたしましょう。フォータイブジッピーギャルタムダッペのための村長でした。